はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。12月4日日曜日 NHK スクランブルデモ、イコール崩壊解体、デモ開催いたします。明日ですね、警視庁行って正式な手続きしてまいりまして、明日の昼ぐらいから正式告知始まるんですけれども、動画の方は、日曜日、なるべく開けといてもらって午後ね、渋谷に来てください。よろしくお願いします。スクランブルにしてくれたら、天安門では死傷者ゼロでした。みたいな嘘を朝からまんまで流しても別にいいよ。紅白の出場者が全員韓国人でも別にいいっすよ。契約しないだけですからね。金も払わない。いうことで。13時30分に渋谷区神宮通り公園、神宮前 6-22-8 にご参集ください。よろしくお願いいたします。こちらは前回のデモの様子であります。200人弱いらしてもらいました。今回は何人いらしてもらえるんでしょうか。天気も良くてあったかいみたいであります。長期予報でね。12月29日、メール党員さん限定忘年会開催。池袋近辺の居酒屋っていうか、まぁ、ちょっとお高いところなんですけど、17時からやります。会費、コース料理、プラス、飲み放題2時間、4500円です。よろしくお願いいたします。ご参加、ご応募、よろしくお願いいたします。どちらもですね、動画説明欄の、もっと見るをクリックして、ください。政府与党、2023年度、27年度の、5年間の防衛予算を40兆円にする、方針だそうであります。5年間で40兆円。そうすると、平均しと年8兆円。今 5.4 兆円でしたっけ？そのぐらいなんでしょうか。2027年までに防衛費 GDP2%、つまり10兆円を満たして NATO 加盟を果たす野望だそうであります。中国の涙目っすな。日本が NATO に入っちゃったら、もうウクライナみたいに手出せなくなるからな。ネットの判断です。安全保障は全てに優先すれ。お高い核なし防衛か。まあ、核があると安上がり。手出されなくってね。核戦作ればそんなに金かからんやろ。核を発射できる潜水艦を、作ったらそんなにお金かかんないんじゃん。なるべく国産化して内需拡大してくれ。軍需関連の株買っておこうかな。まあ例えば三菱重工とか、川崎重工とか、東芝とかも入るかな。まあ軍需産業って裾野広いですからね。飽和工業なんてとこも鉄砲作ってますね。こうしてみると板橋区くらいの GDP でやりくりしている北朝鮮はコスパいいなぁ。先月の官報で各省庁合計歳出予算残高、85兆円あった。そんなにあるのか。これのことを指して埋蔵金とか補佐したのかな、民主党はな。6たす7たす8たす9たす10、23年度が6兆円、再来年が7兆円、その次が8兆円って、イコール40ぴったりですね。ざっくりしすぎだな。で、27年以降は NATO に入って10兆円を継続するんだって。それまでに9条なんとかしないと、他国との協調、他国と合同演習とか、他国と一緒に作戦とか、いろいろ齟齬が生じるんじゃなかろうか。大丈夫なんかね。くつざわの改憲案は、スピード重視で9条削除。当面の間の措置として、9条削除。で、7条、8条、10条、11条で、当面行くと。9条、新しい9条は、ゆっくり考えればいいべ、後からね。永遠に永久に削除でもいいですけどね。あとね、関連する全文も部分削除。平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、を削除。スパッと消す。そんな諸国民は存在しねえから。見ろって日本の近隣諸国をね。ロ、中、北、韓国って、何の罰ゲームなんだか。最新最高級の兵器をコレクションすることで有名な自衛隊であります。今の装備を倍増するんだか、それとも増えた予算で根本的に戦略を見直しするのかは不明であります。国産軍艦、国産戦闘機、国産潜水艦、国産ミサイル、国際戦車、国産戦車、軍事衛星、裾野が広いですからね、軍需産業界隈は。そこに金が回れば GDP 拡大、好景気も見込めますね。
母数が増えちゃって、つまり日本国の GDP が増えちゃって、2% 満たせなくなったりして。まあ、ちょっとぐらいはいいんでしょうけどね。軍拡の空気に、共産党のエース、山添拓が、淡くっておりました。自公も政府の有識者会議報告書も、具体的な外交戦略がなく、軍事一辺倒が大問題。いや、だから、事故が起きた後どうすっぺって話してんのに、こいつらは事故が起きないように安全運転をみたいなこと言ってから噛み合わないんですよね。台湾問題を絶対に戦争にさせない外交戦略が必要。絶対にってね、政治家が使う言葉じゃねえな、思うんですけれども、理由は後から言いますけど、ASEAN に学び、どっかの国を排除するのではなく、地域すべての国を包摂する平和の枠組みが重要とか言って、それはね、これこれしたらどうだ、あれこれしたらどうだって、対案じゃなくて、ただのスローガンだから、平和は大事だね、みたいな、そんなね、薄っぺらい空虚なスローガンほざいてまして、ドヤ顔してるんですけど、相変わらず言語がおかしいけど、まあ、自覚はないんでしょうね。ネットの反応です。中国は1972年から、軍事費を90倍に拡大してんだけど、具体的にどうすんだよ。ならあんたが金平を説得してこいよ。軍事は外交の一部だぞ。対話は万能ではない。力を持たないと対話のテーブルにすらつけない。あなた方の存在が対話は効かないことを証明していると。軍事は外交の一部、クラウゼビッツの戦争論ですね。パヨ以外は攻められないために軍拡って話してんのに、外交で絶対防ぐって噛み合ってないんですけど、外交で防ぐっちったって、じゃあウクライナは、ウクライナ、あの通り蹂躙されてんじゃねって言われたら言い返せないからね、意図的に論点をすり替えてんのかも知れないですね。こいつの日本語おかしいな。言われることは百も承知で。絶対、完全、完璧、唯一、皆無などは、一つの例外もないことから、絶対語って呼ばれてまして。富士、二つとない富士も、絶対語。富士山って、二つとない山と書いて、富士山っていうのが、由来じゃないかなんても言われてますけれどもね、これの使用が多いほど低知能で幼稚と相場が決まっております。賢くなれば賢くなるほどこの世に絶対なんかないわなってなって、上には上がいるよなとかですね、そういう風になりまして、こういう言葉使わなくてくる。あと思考停止の道具である宗教にも絶対語が多いですね。絶対語の単語じゃないんですけど、例えばですけど、神が言われたからとか、神がそれを望まれるの、言葉で一切の反論できんくなりますもんね。思考停止せざるを得ない宗教。皆様も絶対語を多用する人見つけたら、低知能で幼稚と警戒してください。かかってもろくなことはありません。11月26日、衆院憲法審査会開催。自公異他は、国民民衆ですね。大災害や戦争など緊急事態で選挙を延期できるように改憲しよう。立憲、無言、共産、反対だそうで。ネットの話、大地震の時とか、選挙無理じゃね？そりゃ共産は閣僚出してないから。共産党は幻想の中に生きてるから、そういう現実的なことはどうでもいいのよ。日本を混乱させ、革命を成功させるためだから。緊急事態のどさくさ紛れに暴力革命。むしろ緊急事態を発生させるつもり。これ暴動を起こすとかそういうことかな。放火するとか。共産党が反対しているなら、賛成。私権です。共産党はね、憲法を一言一句変えるなって言ってるから、反対もその一環なんでしょうね。憲法は時代に合わせて変えるもの。それが当たり前っていうのが常識になっちゃうと、非常に都合が悪いですもんね。特に9条、日本人は黙って無抵抗で殺されてなさいっていう、憲法9条変えられちゃうと、自分らの暴力革命、K
権力奪取に非常に都合が悪いからね。あとあの人民軍の助けも借りれなくなっちゃうしね。憲法に緊急事態条項がないとこうなるのか、こんなの今更話し合ってんのか、大地震でめちゃくちゃなったら選挙延期を延期できますようにって、77年間もよくやってこれたね。運が良かったのかな。共産党は信者にですね、今日緊急事態条項を悪用して選挙のない独裁政権になるーって脅してんだって。それあの自分らがやりたいことを自民党に投影してるだけでは、自分らならそうすっから、自民党もきっとやるだろう。共産党はあの選挙のない世界を目指してますからね。あの共産主義者だし、ソ連に選挙は存在しませんでした。緊急事態条項がない国あるんだろうか。少なくともですね、米英独仏イカナダの G7 には緊急事態条項あるよね。ちょっと全部調べたわけじゃないんで、緊急事態条項がない国っていうのが存在すっかしねえのかわかんないですけど、ロ中北韓の罰ゲーム国は毎日が緊急事態みたいなもんだしね。宗教被害救済法案の一部を発表になっておりました。霊感で不安を煽ることを、勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行すること禁止と。まあ、あの、退去困難な場所って、マンションだって、鍵かけられちったら、帰れねえやね。これ、学会に大ダメージでは。今から、だんだん骨抜きにしていくんだろうか。ネットの話、監禁って普通に犯罪なんだけど、むしろなんで今まで禁止でなかったの。これは占いとか、セミナー系もアウトだな。不安を煽る報道も、アウトにしてほしい。統一よりも学会と共産党をなんとかしてほしいわ。まあどっちもカルトですからね。水子供養で破壊し売りつけるテレビショッピングはそんななんだ。今テレビショッピングで破壊し売ってんだ。このままでは地球は滅ぶとか言って金集めしてる環境団体もアウト。不安煽ってますもんね。勧誘を告げれば監禁 OK ってならない？オウムも監禁して洗脳や家族人質にして通報も封じて問題になってたのに、パヨの反対で規制できなかったんだよな。これはなんですか？波防法も適用できなかったし、パヨの反対でね、試験ですけど、まあ学会の座談会アウトでは、実際に見た人に教えてもらったことなんですけど、大勢で取り囲んで何時間も帰らせず、しつこく入会を進め、根負けしちゃって入会を承諾すると全員で感激の涙を流しながら分かってくれたっつって抱き合うんだって。気持ち悪、学会の話ですよ。霊感で不安を煽るはアウトだったら霊感で利益を約束するっつのは、こっちはどうなのかな。学会はですね、日蓮様のお力で、癌でも何でも治るって言ってるらしいんですよね。で、それで治りっこないじゃん。そんなバカな話ないじゃん。病気は病気なんですから、癌は癌なんですから、それで、治らずに、死んじゃったりなんかするとですね、信心が足りなかったからとかほざぐらしいんですよ。そんなだったら何でもありでしょ、全くね。信心が足りなかったからもっと寄付しろかなんかに話つなげんすかね。全くろくでもねえからね、あそこもね。慰安婦問題を捜索し捏造記者と呼ばれてる朝日新聞記者の上村隆の映画がロングラン上映。誰が見んだ。タイトルは標的、まあ誹謗中傷の標的になっちゃったみたいな。上村の高校生の娘まで誹謗中傷の標的にされたっていうですね、被害者面してる内容だそうであります。この事実を一人でも多くの人に知ってほしいと思っています。なんて上村ほざいてるみたいですけど、最高裁で記事は捏造で中傷は正当な批判っていうことで負けてんでしょあんたら。最高裁にお前嘘つきって認定されたじゃねえかよ。ネットの話、単なる自業自得。映画のタイトルは自業自得に変えた方がいいんじゃないか。パヨってすぐに被害者面するよね。こいつの嘘のせいで在米の子供がいじめにあったっていう事実は、
こいつは日本人全員を誹謗中傷したんだと、日本人罵倒し尽くして何寝言を言ってやがる。まあ朝日は真実を伝えるのが仕事じゃないし、こいつは真に国民の敵、捏造記者のただの言い訳、娘を盾に使うとかクズもいいとこ、娘さんは父親を恨んでいい、娘さん親ガチャ大失敗終戦時に成人してた人は現在97歳ですよ。まあね、97歳以下の人は成人してなかったから、戦争の発生にも戦争の継続にも敗戦にも何にも責任がない、97歳はどれぐらいいんのかな日本に、100歳以上の方は男性約1万人、女性約8万人いらっしゃるそうであります。やっぱ女性の方が長生きだな。男は染色体の足一本足んにからな。何の罪のない娘ガーってわめてるみたいですけど、終戦の時にね、生まれてなくて、影も形もなかった今の我々にですね、責任取れ賠償しろって言ってただろ。それどころがね、今後永遠にたがるために、未来永劫反省しろとか、千年恨むとか、相手がいいと言うまで謝らなくてならないとか、ほざいつつだろ。何の責任もないね、子孫にまでたがろうとしてたでしょ。我々のみならず、未来永劫。もう許せないので、朝日新聞の上村隆ってとんでもない嘘つきが国益を莫大に損ねたって、我々は未来英語を攻め続けましょうね。あと朝日新聞の倒産をあらゆる機会を逃さず促進しましょう。私が生きてる間に朝日新聞の倒産が見たいんでね。つうかこんな悪の組織子供に子孫に残せねえでしょ。我々が何とかしましょう。叩いて叩いて叩きまくって、ワールドカップ検討で国威高揚に不安を覚える敵は日本国っていう立場のパヨの皆さん、同時多発的にですね、勘違いしてるって多いけど、選手がすごいんであって日本がすごいわけじゃないからね。選手がすごいだけで自分が偉くなったわけではないからね。それがわからないバカが多すぎなどと歪償化に励んでおりました。同時多発的に、ですがツイッター健全化で全然流行らず、全然トレンドにならず、ネットの話すごく偉そう、卑屈だね。あちらの方、パヨって根性が腐りきってるな。だからお前ら嫌われんだよ。マストドンに行ったんじゃなかったの？わざわざつぶやいて水さすのは何かの病気。金メダル取った時もノーベル賞取った時も必ずこういうのが現れる。自分たちの代表の活躍を素直に喜べない時点で負け犬感がすごい。こういう人だってこき下ろす時は日本人わーって主語を巨大化する。日本が元気になるとこいつが弱るんだよ察してやれ。何言ってんだ、俺がすごいんだよ。この人もどうかと思うな。こういう人って場所や環境が変わっても毎回空気凍らせて孤立してきたんだろうなーとわかる。興味ないなら黙ってりゃいいのに、なぜかチラチラ覗き込んで勝手にイライラしてネガティブな妄言を吐き散らす嫌われ者と。この人らの敵は日本国なんで、どうしても不安を覚えてしまうんでしょうね。国威が高揚するとね。だったら日本語使わね。日本人名なのもやめろってね。日本が嫌で毎日日本の悪口言ってんのに、決して日本から出ていこうとしねえし、日本語使うのやめようとしねえの。なんでなんだ。理解しかねますよ。自分が頑張ることは諦めて、他人の足を引っ張ることに全力尽くすですね。頭がおかしい人の割合は、0.5% 程度だそうであります。自分の時間やエネルギーを全部他人の足引っ張りに使うっていうとんでもない嫌なやつ。頭おかしいんじゃないの。そんなことしても自分は上がんないよって思うんですけれども、これはネットの炎上調査したデータでですね、炎上させてんのは 0.5%、っていう結果が出てますんでね。自分のね、貴重な時間費やして芸能人の不倫がなんでそんなに許せねえんだって不思議な連中で、朝から晩まで悪口書き込んでるってね。こういうのは頭がおかしいですから、見つけたら予防的にブロックを推奨します。全く話通じねえし、関わるとろくなことはありませんのでね。というわけで12月
4日日曜日 NHK スクランブルでもご参加よろしくお願いいたします。メール党員さんも大募集であります。忘年会今んとこ女性4人、男性1人が応募しております。12月29日、まだ先のことなんで予定は分かんない方は思いますけれども、よろしくお願いします。あと立候補してくださる支部長さんも大募集であります。水戸と横浜と大田区が決まりました。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。